福田さん、おはようございます。おはようございます。まあ、ガールズ競輪コレクションとして、はい、これがまあ最後の大会というところですけれども、風花さん的にはどういう印象で臨みますか？まあ、いつも通り特に何も変わらず、うん、とにかくなんていうんですかねいつも後悔、ビッグレースは後悔して、うん、終わるレースが多いので、はい、後悔だけはしたくないので、うん、しっかりと出し切るように、結果はまあ後からついてきてくれたらなと思います。うん、じゃあ本当にね、特にその、まあ、優勝というよりはこの今の自分がこう踏ん切れるというか、新しい段階にというような。そうですね、まあどれだけなんていうんですかね、まあ、集中するのは当たり前なんですけど、うん、しっかりとハマれば力は出し切れると思うので、うん、まあ、そこだけを信じて、うん、まあ、とにかく、まあ、楽しんだ方が結果はついてくると思うので、うん、まあ、楽しんで走りたいなと思います。ね、今の坂口風花の走りをして、そこに、ね、結果がついてくれば、よりこれからに自信にもなるんでしょうし。そうですね、まあ、本当にいろいろ経験してきたんですけど、やっぱ悔しい気持ちしかなかったので、うん、まあ、そろそろ自分の中でも自分を喜ばせたいなっていう気持ちもあるので、うん、でもやっぱ後悔はしないようなレースをします。うんうん、はい、その一歩を、ね、踏み出せることを期待して、はい、それでいて時代を変えるような、これから坂口風花頂点行くぞというところを、ね、見せてほしいと思います。はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。